マーシャル・サーリンズ・マーシャル・ディビット・サーリンズは、アメリカの文化人類学者である。1930年に、イリノイ州シカゴにて生まれる。ミシガン大学にて、レズリー・ホワイトの指導のもと、学士号及び修士号を取得の後、コロンビア大学において、カール・ポランニーとジュリアン・スチュワードの学問的影響を受けて学び、1954年に、同大より博士号を取得。その後、彼は教師としてミシガン大学に戻り、1960年代にはベトナム戦争に反対する政治活動を開始する。1960年代後半にはパリで2年間を過ごし、当地の学問的環境に親しむと同時に5月革命への学生蜂起を目の当たりにする。1973年、彼が現在も勤務するシカゴ大学へ移る。2001年にはプリカリー・パラダイムという小さな出版社の社長に就任している。2021年4月5日、死去。90歳没。サーリンズの仕事は文化の持つ人々の認識や行動を形成させる力を明らかにするという点に眼目が置かれてきた。とりわけ、生物学的には説明ができない人々を動かす文化独自の力を説明することに関心を抱いた。彼の初期の仕事は合理的経済人の概念を批判し、経済システムがそれぞれの状況において個別の文化的手段により適用されることについての記述であった。エボリューション&カルチャーにおいて文化進化論と新進化主義の分野に着手することになった。彼は社会進化を一般進化と特殊進化に区別した。一般進化とは文化や社会のシステムが徐々に複雑性や組織性、環境への適応性などの度合いを高めていく傾向のことを指す。しかしながら、各々の文化は孤立して存在しているわけではなく、そこには相互作用や性質の伝播がある。様々な要素が異なる組み合わせで、異なる発展の段階へ、異なる環境のもとに導入されることにより、文化を様々な方向へ発展させてゆくと論じた。カルチャー&プラクティカルリーズンの出版後は、彼の関心は歴史学と人類学の関係性に移り、それぞれの文化がどのようなやり方で歴史を理解して形成してゆくのかという点に置かれるようになった。彼の地域的な関心は太平洋文化全般にあったが、調査は主にフィジーとハワイで行われた。1990年代の後半には、サーリンズは欧米勢からとの間で、1779年のハワイにおけるキャプテン・クックの死の細部をめぐって白熱した議論を繰り広げた。議論の要点は現地の人々の理性をどう解釈するかである。欧米勢からの主張は現地の人々は本質的には西洋人と同様の考え方をしているにもかかわらず、いずれの議論も彼らを非理性的で非文明的なものとして描写しようとし、その対象物としてのみ認識しているというものであった。反対に、サーリンズは西洋的思考様式の批判者であり、現地の文化は西洋のそれとは区別されるものであり、かつ西洋文化と等価値を持つものであると主張した。ありがとうございます。